んにちは。これはね、お客様のところのバラなんですが、ちょっとよろしくないですね。まずこの株元にこの草がこうやって広がって根っこをですね、窒息させていますよ。で、葉っぱの方を見てみましょう。なんか色がおかしいですよね。で、こういうな時はですね、ちょっと裏側を見てあげるとですね、なんかもう蜘蛛の巣が張りそうです。これハダニですね。ハダニ、こんな風に表からかすれた感じに見えたら、裏側はハダニだらけで、ハダニに吸われて株が弱いからこんな風な、なんかこれが病気じゃないでしょうかって言うんだけど、そうじゃない。もうね、これが弱ってるからこんな風な弱々しいのが出てくるんですよ。お花咲かしてる場合じゃありません。じゃあこれを復活させていきます。